そういえばオイラたちスメールシティにずいぶんいるけど、マヒーダと別れてからずっと音沙汰がないよな。このままぼーっと待ってても仕方ないし、キャサリンのところで依頼でも受けて何かした方が良くないか。かつて準備万端だ、出発しよう。準備万端。星と深淵を目指せ。お二人ともまたお会いしましたね。キャサリン、何かオイラたちにいい依頼はないか。依頼ですか。そうですね、本日の午後、教練院で行われる学術報告会にて愛の詩を読む、こんな依頼はいかがでしょうか。なんて。さらに詩を読んだ後の皆さんの反応も写真機に収めてきてください。なんでそんな依頼があるんだよ。そうですか、どうやらこの依頼はお気に召さなかったようですね。でしたらオルモス港にいるエルマイト旅団の団員を孤児院で働くように説得してきていただけませんか。なんだよそれ。ええ、傭兵たちの反応もきっと面白いものになるでしょう。ちょっと聞きたいんだけど、これってどんなやつからの依頼なんだ。依頼人ですか。実は単にあなた方がこういうことをするのを私が見たいだけです。もうバレちゃった。実際に依頼を引き受けてくれるのを期待してたのに。人間観察をする絶好の機会だわ。ナヒーダだったのか。オイラもキャサリンがそんな変な冗談を言うわけないって思ったぜ。ナヒーダ、いつの間にキャサリンの意識に入ってたんだ。うん、星と深淵を目指せからかしろ。それ初めからってことじゃないか。それでお前もう十分休めたのか。ええ、前にあなたたちと別れてからずっと深い眠りについて長い夢を見ていたわ。やっぱり過信探査の夢だったけど、今回のはいい夢だった。夢の中で私は花壇の中央に座っていて、スメールシティの人々が手をつなぎながら私を囲んでくるくる回っていた。みんな楽しそうだったわ。私は飾り付けられた巨大なフロート車の上で花の騎士ファーリスに高く抱え上げられて、
子供たちにヤルダーキャンディーを投げてあげていた。ナヒーダ、もしかしたら本来の家臣探査はその夢と同じ感じだったのかもな。みんな楽しくお前の誕生日を祝って。あら、私はとても楽しい夢の話をしているのに、どうしてそんな表情をするの？もしかしてこれが同情というもの？いやいや、同情だなんてもっとかわいそうに見えちゃうじゃないか。ナヒーダ自身が悲しくないならそれでいいんだ。そういえばドニアザードの様子は見に行ったか？今あいつどうなってるんだ？あれからフォーマイ家の人が部外者の立ち入りを禁止したせいで会う機会がずっとなかったんだ。ええ、目覚めた後彼女のお見舞いに行ったわ。その時はちょうど休んでいたようだったけど、病状は安定しているとはいえ、人の身に生じる死域ともいえるマリン病は世界樹の誇張問題を解決しない限り根本的に治せはしない。でも今の状況からすれば、賢者たちが何をしているのか、何を計画しているのかをはっきりさせることが最優先よ。おお、万が一家臣探実のリンネみたいな事件がまた起こっちゃったらどうなるかわからないもんな。ええ、賢者たちを調査し計画を阻止することを一番に考えましょう。具体的にどうするかは場所を変えて話した方が良さそうね。ここは冒険者がたくさんいるからだな。冒険者たちのみんな、悪いけど看板娘のキャサリンはオイラたちがちょっと借りてくぜ。ここで話しましょう。賢者たちの計画をどうやって調べるか、ナヒーダはもう何か思いついたのか？実はすでにいくつかの方法を試みているの。ただ今はまずあなたたちの考えを聞きたいわ。ダメよ、リスクが大きすぎる。見つかるリスクのことか？ううん、そうじゃない。私が言ってるのは、関係のない学生を巻き込んで彼らの人生を狂わせてしまうリスクのことよ。そんな方法、己の目的のために民の安全をないがしろにする賢者たちと同じになってしまうじゃない。それもそうだな。さすが神様だぜ。その方法はすでに試したけれど、教令院の者は内部の重要人物から30人団の護衛までみんなアーカー社端末を意図的につけていなかったの。彼らはかなり早い段階からアーカー社端末による情報漏洩を避けていたようね。もちろん私の存在を意図的に警戒している可能性も否定はできないわ。賢者たちはもうお前のことに気づいてるのか？まだ気づいていないと思うけど、もし彼らが私に関する噂に注意を払っていたら警戒しても不思議じゃない。だから彼らの意識を直接占拠することはできないの。相手の本当の狙いが定かでない今、暗がりに潜む私たちがリスクある行動を取ることはとても危険なの。どんな結果を招くか到底わからないわ。何せ今はスメールシティの民全てが人質の身なんだもの。どうしようもないのか。
はまだ方法があるんだよな。お前はすっごく頭がいいんだし。なあ、もったいぶらないで言ってくれよ。実行不可能な案を先に否定しておくことで、これから出す実際の計画に重みを持たせる。これが教令院の陰論派における主流な考え方よ。わかってるって。でもお前は知恵の神だし、こんなことしなくたってオイラたちはお前の話を重視するぞ。あら、そうなの？私の考えはこうよ。現状、重要人物の意識に直接憑依することも、一般市民を巻き込むこともできない。だったら、無実でない上にはっきりとした立場を持っていない人を見つけて協力してもらいましょう。それって内通者を作り出すってことか？確かにいい方法だな。オイラたち、前にアルハイゼンってやつと知り合ったんだけど、いつも一人で行動してて、教令院に隠れていろいろするのが好きなんだ。多分教令院の仲間じゃないと思うぜ。実はもう人選は決めてあるの。セタレという女学者を覚えているかしら？セタレ、ああ、覚えてるぞ。確かいっつも教令院の大賢者の後ろにいた部下だよな。過信短日の輪廻を過ごすたびにあいつに会ってたからな。知り合いと言っても過言じゃないぜ。確かいっつも偉そうにきつい喋り方でニーローに話しかけてたよな。ええ、私は普段いろんな人々を観察することが好きなのだけれど、中でもセタレは特に特殊な人物の一人なの。彼女は砂漠地帯出身なんだけど、学問の天才なのよ。その際は砂漠の民の中でも一番。そんなわけで特別に教令院に入り、賢者たちの傍らに仕える助手となった。砂漠の民だったのか。確かに珍しいな。スメールシティの近くで見かける砂漠の民ってほとんど傭兵だけだったもんな。セタレという名前には星という意味が込められているの。砂漠の中の彼女はまるで夜空で最も輝く星のようだった。その後、太陽は彼女を選んだわ。彼女は星という身分で白昼の空を訪れ、太陽の光を引き立たせていた。でも、ほどなくして彼女は灼熱の太陽が大地を燃やし、あまたの災害をもたらすのを見た。星はためらい始めたわ。こんな太陽に協力するよりも、夜に帰って星空を照らした方がよほど良いのではないかと。でも結局、彼女は白昼の光に執着するあまり、恥じる思いを心の奥底に隠してしまった。そうして、星は目を閉じたの。今の話だと、セタレはここの学術環境に執着してるみたいだったけど、でも本当は教令院のやり方には反対してるんだろ？しかも心の中じゃ故郷の砂漠に負い目を感じてるみたいだし、問題から逃げてるだけじゃないか？確かに複雑な問題に直面した時、大部分のものは耳を塞ぎ、取り返しのつかない事態になるまで流れに身を任せることを選んでしまうものよ。たとえ彼女が罪悪感を抱いていたとしても、知らず知らずのうちに彼女も賢者たちの共犯者になっている。だから咎めを免れることはできないわ。ええ、もう一度セタレに問題を直視してもらうために方法を考えないといけないわ。うまくいけば彼女から情報を得られるだけでなく、彼女自身も贖いの機会を得られる。私の見ていた限りでは、セタレは10日に一度休暇を取って教令院を離れ、一人でシティに来て買い物をするの。
そしてちょうど明日の午後が彼女のショッピングデー、つまりチャンスよ。下準備にまずは彼女がいつも行く場所へ行き、そこの人々と話をしておきましょう。ここがセタレのよく来る占い屋よ。セタレに関する情報を聞き出すのか？いいえ、セタレに関する情報はもう十分だわ。今は天使の話し方と重要な情報に注意を払うのが肝要よ。話し方と重要な情報？迷える子羊たちよ。自らの運命に戸惑っているのかしら。神の英知あふれるお声は時に私の耳を訪れる。もしもあなた方が神の慈悲を受けているのなら、あるいはあなた方を導くことができるかもしれない。え、そうなのか？ナヒーダ、よくこいつにこそこそ話でもしてるのかよ。し、私の友達が未来について迷っているので、どうか彼女を占っていただけませんか？いいわ。なら、おや、どうやらハールートとマールートはあなたのことがあまり好きじゃないみたいね。何か神に失礼なことでもした？風神の悪口を言ったり、眼神にご飯をたかったり、雷神と大立ち回りを演じたり、それくらいか？うん、なんでもありません。さあ、占いのテーマを選んでください。恋愛運ね。わかったわ。ふむ、聞こえた、聞こえたわ。あなたと縁のあるものは、こんなにたくさん、多すぎるわ。ハールート、マールート、あなたたちが占いの邪魔をしたの。こんなふざけた結果見たことないわ。占いが合ってるって可能性は考えないのか？はぁ、わかったわ。今日は調子が良くないみたい。特別に今回はお代をいただかないわ。そうでしたか。それなら仕方ありませんね。今度は猫の餌でも持ってきてちょうだい。ハールートとマールートに喜んでもらえたら、あるいは運勢が変わるかもしれなくてよ。ハールートとマールートがこんな態度を取るなんて珍しいわね。セタレはよくこの店に来るのか？ええ、セタレがスメールシティに来たばかりの頃、よく天守のアキムに世話になっていたのよ。だから暇さえあればここに来ているみたいね。後で彼と話をするから、会話の細かいところまで詳しく聞いておいてちょうだい。お客さん、陶磁器を見てかないか？
ええ、ちょうど見に来たんです。腕がいいとお聞きしたものですから。お、君のことは知っているよ。冒険者協会のキャサリンさんだろ。こいつはどうやら大仕事の予感だな。お聞きしたいのですが、造形はどちらで学ばれたのですか？親父から習ったのさ。実は親父が盛んでな、造形を学ぶ中で泥細工に興味を持ち始めたのがきっかけだった。やがて親父に隠れてこっそり陶磁器を作り始めたんだが、これが結構いい出来だったんで、そのまま転業したんだ。ただ残念ながら、アーカー社から提供される知識はあまり活かせなかったかな。自分の好きなことをやるのっていいよな。そうですね。お父様は今も左官を？いや、何年か前作業してた時に屋根から落ちて足を折ってしまってな。どうせ一生分の金は稼いだってんで、思い切りよくオルモス港で隠居生活を送ってるよ。そうだったのですね。お父様が幸福な老後を送られることを祈っています。今度また日を改めて教会の広報勤務員にここの品物を見に来させますね。本日はこれで。そうか、安心してくれ。きっと満足のいく品物が揃ってる。キャサリンさんと話すのは初めてだったもんで、結構緊張したよ。ここが最後の場所よ。シェタルは教令院にいるとき、いつもこのレストランの味を恋しく思っているみたい。だからシティに来るたびここへ寄るの。すごく詳しいんだな、ナヒーダ。スメールの民を見守ることが私の義務だもの。あなたを港口のあたりで見たことがあるような。え、そうなんですか？ええ、他の方と船舶の設計についてお話しされていたようでした。ああ、あの時ですか。昔から船舶に関する技術的な問題に興味があって、私は理由栄光で育ったものですから、小さい頃から船が行き交う様子を眺めるのが大好きだったんです。その後スメールに留学したんですが、あいにく才能もなく落第してしまって。ですがそれでもいつも各界の学者と関連問題を議論したり、レストランの地下室で勉強と研究をしたりしています。次の教令員の試験には必ず受かる自信がありますよ。なんと素晴らしい学問の精神でしょう。感服します。みんなすごく努力してるんだな。ここのレストランに地下室があるなんて知りませんでした。ああ、そうなんですよ。でも普段はお客さんには開放していません。ほとんどは店員の休憩用とか、プライベートなイベントを開くときに使われてます。そうだったんですね。なるほど。キサンさんの学問が順調にいくことを願っています。ありがとうございます。私は教令員の正式な生徒になれればそれで満足ですよ。キャサリンさんの話し方って。これで全員か？ええ、シェテルの顔見知りが3人もいれば十分ね。でもこんなにたくさんの情報何の役に立つんだ？どうやってセタレに自分の立場の問題を直視させるのか。ナヒーダはまだ話してくれてないよな。セタレは逃避することに慣れてしまってる。まずは彼女の心理的防御を取り払う必要があるわ。前にも言ったでしょ、オルモス港のエルマイト旅団がスカーレットキングの復活が近いって言い広めてること。たとえデタラメでも、こういう砂漠地帯の信仰は
彼女の弱みをつくにはちょうどいいのよ。あ、わかったぞ。セタレの故郷に対する罪悪感を利用するんだな。あいつは砂漠の民を助けるべきだって思ってるけど、実際は全くの逆で、教練員の賢者たちと悪いことをしてるから。でもそれって具体的にどうやってやればいいんだ？まず本物のスカーレットキングを出すことは不可能。次にシェタレはとても頭がいい。単にスカーレットキングの信徒を装って交渉するんじゃきっと警戒されて望んだ結果を得られないわ。でももし私たちが彼女の知り合いを借りるなら、その限りではないかもしれない。セタレの知り合いに憑依するってことか？ええ、アーカー社を通じて憑依した後、スカーレットキングの信徒であるふりをする。そして偽物のスカーレットキングの意思を伝えるの。自然に振る舞えればきっとセタレの心理的防御を突破できるわ。彼女が私たちの方法に気づくことはないはずだから。憑依がバレないようにあの人たちの情報を集めてたのか。確かに本人たちに似せないとダメだもんな。そうだから、彼らの真似はあなたたちに頼んだわよ。うえ、オイラたちが？でもオイラたち憑依なんてできないぞ。大丈夫よ、私が憑依してから感覚をあなたに共有するわ。結果から見れば憑依の力を得たも同然よ。必要なのはアーカー社端末をつけることくらいね。そんなに簡単だったのか。でもなんでこいつじゃなきゃダメなんだ？ナヒーダは自分でやらないのか？私、人間の観察はずっとしてきたけど、真似るのは得意じゃないの。ああ、確かにそれは気づいてたぞ。キャサリンの真似結構ぎこちなかったもんな。できればあの民たちの意識を占有なんてしたくなかったのだけど、事情が事情だし今は気にしていられないわ。そうだな、これもみんなのためなんだ。ちょっとの間借りるだけだし、そんなに気にしなくていいと思うぞ。ええ、では明日の午後に動き始めましょう。まずはこっそりついて行って、セタレが知り合いと話してる時に隠れた場所を見つけて憑依しましょう。どんな話でセタレを動揺させるかについてはあなたに任せるから、信じているわ。緊張するぞ。行こうぜ。話が始まったみたいだぞ。隠れた場所を見つけて憑依しようぜ。確かに恋愛に関することは無理にとは言えないし、私の周りにいる人も私と身分が違いすぎるから。
ねえ、聞いてるの？ナビア。ああ、聞いてるわよ。恋愛の悩みでしょ。聞こえてたわ。そう、さっきぼーっとしてたから。あら、猫ちゃんたちが君に威嚇してるようだけど、どういうこと？この子たち普段は結構温厚だったわよね。名前は何だったっけ？そうそう、ハールートちゃんにマールートちゃんね。本当に可愛いわ。そうだ、今日は何を占いたいの？神のお声を聞くために来たんでしょ？それが、また恋愛運を占ってほしかったんだけど、正直最近は心が乱れてて。乱れてる？いっそのこと私のプロジェクトがいつ完了するのかを占ってくれない？本当に一刻も早く終わらせたいの。そう、わかったわ。神にお答えを聞きましょう。ふん。ほほほ。ごめん、聞き慣れないから。あまりにおかしくて我慢できなかったわ。まあまあ、そんなことは気にしないで。神はこう言っているわ。セタレ、なぜ家に帰らない？家に帰る？まさか神は本当に私の考えがわかるの？セタレ、なぜ家に帰らない？今度は強めに問いただしてるみたい。すごく怒ってるみたいよ。ごめんなさい。神様、ごめんなさい。私の代わりにお詫びの意思を神様に伝えてくれる？怒りを鎮めてくださるよう言って。ねえ、聞きたいんだけど、ナビア、君の耳元で話してるのはどの神様なの？幼稚で無礼な問題ね。もちろん、最も偉大で最も英明なるスカーレットキング様に決まってるじゃない。スカーレットキング？道理でそのこと。いえ、スカーレットキングは遥か昔に亡くなっているはずよ。確かに最近スカーレットキング復活の噂が広く流れているけど、あれは全て教令員がわざと流した偽情報だもの。スカーレットキングがまだいるはずがないわ。ブレーナ、私はスカーレットキング様の最も忠実なる信徒。その私の耳に届いた神のお声を否定するっていうの？いいえ、私はただスカーレットキング様の恩恵がここまで広まっていたなんて知らなかったから、砂漠の民として光栄に感じていただけなの。スカーレットキング様のお言葉についてしっかりと反省しておくわ。ごめん、それじゃあ今日はもう行くわね。あ、待って。小走りで行っちゃったんな。すごく慌てた様子だったぞ。悪くなかったわ。セタレも怪しんではいないようだった。心の中でずっと避けていた事柄についてここに来て急に問いかけられるなんて、さぞ心に響いたことでしょう。ナヒーダ、お前って人の心が結構わかってるみたいだな。これは実践に欠けるチロン派の理論に過ぎないわ。まあ、あなたたちと過ごす中でこの理論の多くが間違ってるってことに気づいたから、よくわからなくなってるけど。さて、そんなことは置いておいて、
セタレを追いましょう。やっぱりアキモのところに来たな。早く憑依の準備をしようぜ。さっきちょっと予想外のことに遭遇しただけ。大丈夫よ。そういえばこの間仕事の紹介をしてほしいって言ってたわよね。何の仕事だったかしら。庭師？君って草とか花が一番嫌いなんじゃなかったの？前なんて君に送った盆栽もこっそり捨ててたし、私そのことで君に怒ったわよね。その友達が言ってたんだが、得意じゃないことをあえて克服することで男気が磨けるんだ。そうなの。まさか君にそんな一面があったなんてね。そういえばお父さんの具合はどう？少しは回復した？ふう、よかったわ。実は私、君のお父さんのことがずっと心配だったの。今度休みが取れたら私もお見舞いに行きたいわ。そういえばお父さんはまだオルモス港にいたわよね。ああ、オルモス港の方で悠々自適に暮らしてるよ。じゃあ機会があったら手紙でも送って注意するよう伝えてあげて。最近オルモス港を中心にスカーレットキングの進行が拡散してるの。君のお父さん結構気が強いでしょ。しかも送信の信徒だし、信仰の違いでスカーレットキングの信徒と衝突しないか心配なの。ああ、それでセタレはどっちの立場なんだ？教令員か、それともスカーレットキング様か？それは、はあ、君は砂漠の民だもんな。羨ましいぜ。だが残念ながら君はスカーレットキング様を裏切って教令員の奴らと一緒にいることを選んだ。アキム、まさか君もスカーレットキングの信徒だったの？英明なるスカーレットキング様を信仰することがそんなにおかしいか。というかおかしいのは立場のはっきりしない君の方なんじゃないのか。立場がはっきりしてない。おお、お前にこんな才能があったなんてな。これでさらに問題に目を向けさせることができた。とてもストレートなやり方だったわね。もう確かにセタレが少しかわいそうだったけど、でもことが終わったらいつか彼女の意識に入って全てを説明するつもりよ。さて引き続き彼女を追いましょう。セタレがもうキサンと話し始めて。最近シティで何かおかしなことを見なかった？その誰かが布教しに来るとか。待って、屋根裏？確かそんなものはなかったはずよね。いつも地下室で勉強してるんじゃなかったの？その実は最近屋根裏を新設したばかりで光の入り方もちょうど良かったのでそこで勉強しているんです。ところで最近起きたおかしなことですが。そうですね、変といえば何度も過信探査の日を繰り返し過ごしたことでしょうか。待って、君がそれに気づくはずは。ありえないわ。報告にあったのと全く違う。教令員の小細工で全ての民を騙そうだなんて元から無理なお話なんですよ。まだわからないんですか？まさか
君もスカーレットキングを信奉しているの？おかしな聞き方ですね。まるでスカーレットキングの信徒であることが悪いことみたい。私からしたら、教令院に協力してシティの民たちを実験台にしているあなたの方がよっぽど悪いと思うんですけど。それ以上言わないで。ここまで来たのに、セタレはまだ逃げることを選ぶのか。いえ、彼女の心理的防御は崩れ始めているわ。あ、衛兵のところに行ったぞ。どうするんだよ。ここが肝心よ。憑依の準備は。ねえ傭兵さん、君は30人団の人よね。今すぐマハマトラにシティの状況が非常に危険だって伝えてちょうだい。落ち着いてください。何が起こったのか詳しく説明してください。異教の勢力がシティ内に浸透してきていて、群衆の中で拡散し始めてるの。異教？どのような異教でしょうか？スカーレットキングよ。私の知り合いの多くが突然スカーレットキングの信徒になったの。でもスカーレットキングは遥か昔に亡くなっている。こんなのありえないわ。ありえないことはありませんよ、セタレさん。どうして私の名前を？スカーレットキング様は永遠に滅びたりしません。そして自分勝手に無謀な行為をする者は必ずや代償を払うことになるでしょう。もう逃げるのはおやめなさい、セタレ。今のあなたは流砂に飲まれているのと同じ。たとえその寮の目を閉じていても、教令員はあなたの足に絡みつき深く沈め続ける。あなたのいるべき砂漠はここではないのです、スカーレットキング様の民よ。英明なるスカーレットキング様を信仰することがそんなにおかしいか。というかおかしいのは立場のはっきりしない君の方なんじゃないのか。おかしな聞き方ですね。まるでスカーレットキングの信徒であることが悪いことみたい。セタレ、なぜ家に帰らない？今日はどこに逃げても君たちみたいなスカーレットキングの信徒に会うのね。この感覚なんだか懐かしいわ。確かに私はずっと罪悪感から逃げてた。賢者たちに協力していることとか、故郷の村の子供たちから来た手紙を無視してることとか。でもどれだけ逃げても罪悪感は私を襲う。どうしても払拭することはできなかったわ。問題を直視することが必ずしも今の研究環境を奪われる結果につながるとは限りませんよ。それに苦痛の中で研究を続けることがあなたの望みではないでしょう。どうして私のことをそんなに知っているの？君はただのスカーレットキングの信徒よね。それともまさか当のスカーレットキングなの？そんなことよりも重要なのは、私たちが教令員と賢者を罰し間違いを正すということです。あなたがこれに協力してくれるというならば、それもまたご自身の贖罪となるでしょう。実は私は神を信仰していないの。でも巡り合わせについてはずっと信じてきたわ。君たちが現れたことはきっと私の現状を打破するきっかけになるに違いないと思う。今私が君たちのためにできることは何？今の賢者たちがしていることについてどれだけご存知なのですか？私はただ無教量産家庭の設計者の一人に過ぎない。そう、あの過信探査の時に起きた出来事のことよ。プロジェクトの全容については知らないわ。おそらく核心に近い人員しか
あれの機密ファイルには接触できないのでしょう。私は大賢者の要求に従って手元の仕事を終わらせていただけよ。でも確かに気になることはあったわ。聞くところによると、教令院に追放されたある学者が戻ってきたらしいの。しかも賢者たちは彼を恐れているようだった。教令院に対抗するため、私たちは彼らが何をしているのか具体的に知る必要があります。先ほど言った機密ファイルについて手に入れる方法はありませんか？リスクを犯してもいいならチャンスはあるわ。私はこれでも大賢者の助手だから、プロジェクト以外のことは私が処理することも多いの。ただ機密ファイルを手に入れても、それをアーカー社を通して君たちに送ることはできない。賢者たちはアーカー社の内部を常に監視しているから。そうね、一番原始的な方法を使いましょう。明日の夜、教令院の入り口に人を送って取りに来て。教令院の入り口？それはいくらなんでも目立ちすぎでは。安心して、罠じゃないかと心配しているのなら考えすぎよ。こっそり抜け出したりしたら、それこそ疑われる可能性が高くなるでしょ。だから少しの間衛兵の気をそらして、引き渡しを一刻も早く終わらせることが一番リスクの低いやり方なの。わかりました、信じましょう。ところで、この計画を終わらせれば私は罪を償ったと考えていいのかしら？それは送信に聞くほかありませんね。送信、そうね。今回の件で危険にさらされたのはほとんどが送信の民だもの。知恵の神として学者たちを審判して導くのも送信。もしかしたら私もそろそろ神を信じるべきなのかもね。本当にナヒーダの言った通り、セタレの説得に成功したな。旅人の構成は実に巧妙だったわ。彼女こそ一番のお手柄よ。時間は明日の夜と決まったし、今はセタレの方が順調に行くことを祈るしかないわね。祈る？そう言ったって、学者たちに加護を与える知恵の神はお前だろ。私？それは違うわ。学者たちに加護を与えるのは真理であるべきだと私は思っているの。さて、それじゃあ明日の夜、冒険者協会で会いましょう。キャサリンでしょうね。しー、今晩は隠密行動しないとなんだぞ。キャサリンのふりを守らなきゃダメだろ。パイモンの言う通りよ。今晩の引き渡しが罠である可能性もまだ完全には否定できていないわ。万が一予想外のことが起きた場合、おそらく私の存在だけが私たちの唯一の切り札となる。私の意識が外部にいることは
教令員もまだ確信を持てていないのだから。おお、そうだよな、そうだろうと思ってたんだ。まあとにかくそういうことだ。うん、気をつけた方がいいと思うぞ。おかしい？何がだ？夜なんだから静かで当然だろ。もう疑心暗鬼になってるのかよ。彼女の言う通りよ。確かに普段より静かね。言われてみれば町の人も明らかに少ないわ。これがシティ全体に起こっている現象なのかどうかはまだわからないけど。じゃあ本当に偶然じゃないのか。まさかセタレは衛兵を引き離しただけじゃなく、シティにいる人をさっさと寝かせてオイラたちに道を開けることまでやってのけたのかよ。違和感の原因は私にもまだわからない。でもここまで来たんだからとりあえず約束の場所に行きましょう。おう、お前がいるからちょっとは安心できるぜ。これくらい静かで衛兵もセタレに引き離されてるといいんだけど。時間になんでこんなに人が集まってるんだ。凱旋した英雄を迎える歓迎の儀ほど盛大なものはなかろう。あなたは教令員の追放者。いかにも。だが今は皆に博士と呼ばれている。あの女研究員ならとっくに監禁室だ。自身に仕掛けられた盗聴器にすら気づけないとは、一学者として持つべき慎重さを欠いていると言わざるを得んな。スメールの民に一体何をしたの。潜在意識に情報を投入できるようアーカー社端末を少しばかり改造しただけだ。熱狂的な民たちはこの旅人が世界を救ったばかりの英雄だと信じきっている。実験は成功だ。そして人々は今にも自らの情熱を抑えきれなくなりそうだ。私もスメールの民を放ってはおけない。
丈夫。シティの外で会いましょう。ほう、自らの意識を使い全員の思考を占拠したか。それほど強大な意識体とは。なるほど、知恵の神だな。ここまで来れば安全だよな。ふう、よかったぜ。ナヒーダ、大丈夫かな。オイラたちはナヒーダのおかげで逃げられたけど、まさかこんなところで今まで会ったこともないファデュイの執行官に会うなんてな。しかも順位も第2位ってかなり高いぞ。博士、名前は前に聞いたことあるよな。セタレもかつて追放された学者が教練院に帰ってきたって言ってたし、賢者たちですら恐れるっていうのはどうやら博士のことを言ってたみたいだな。そうだな、こうなるとスメール教練院が単体で何かを計画してるっていうより、ファルイと教練院が手を組んで何か悪いことをしようとしてるってことか。でも今度は一体何をしようとしてるんだ。やっぱりまた神の心か。おう、ナヒーダの力があればいろいろ便利だしな。あの時シティの外で会おうって言ってたけど、まさかこのまま何もしないで待つわけにもいかないよな。え、それって、あ、そうか、オイラたちがアビディアの森にいた時、ちょうどあいつをプロジェクトに誘う賢者を見たんだよな。多分同じ件だぞ。あの時ティナリはきっぱりと断ってたけど、何か知ってる可能性もある。そうと決まれば早くガンダルバー村に行こうぜ。止まれ。金髪の旅人に空を飛ぶ小さな精霊、間違いないらしいな。周りを見てみろ。お前たちは我々の待ち伏せにあったのさ。お前たちは30人団のやつらか。オイラたちを捕まえに来たのか。30人団？あの骨折り損ばかりの雑用係のことか。あんな上の犬などと同じにしてもらっては困るな。俺たちはスメールでもトップクラスの報酬を得ているエリート傭兵団だ。今回は追放者という方からの依頼を果たしに来た。追放者？教練員の追放者か？でもオイラたちを捕まえたいなら、なんで直接ファデュイに頼まないんだ？めちゃくちゃ話す余裕があるとは、よほど命が惜しくないと見える。隠れ！行くぞ。さっ、逃げ道はあります。
痛がっちゃね。さあ、それ、はっ、ふっ、ふっ、や、はっ、はっ、ふっ、や、ふっ、た。風の赴くままに。まだだ。他にも待ち伏せしてたやつがいたみたいだぞ。裁きのイカズキ。はびこれ。確かに厄介だな。これが傭兵の中のエリートってやつか。そうだな。今後も警戒した方が良さそうだ。でも博士って怖いやつだな。オイラたちがティナリのところに行くこともお見通しで、ここに待ち伏せさせたのか。頭のいいやつを相手にするのって大変だぜ。引き続き進もう。寮の獅子と一杯飲もう。あれ、旅人にパイモン、どうして戻ってきたんだ。コレイ、また会ったな。元気だったか。私は正直あまり良くないんだ。最近マリン病の悪化が加速してきててさ、細かい作業とかをこなすのが難しくなった。だからティナリ師匠もパトロール任務には来なくていいって、残ってみんなの手伝いをすることだけ許してくれたんだ。そうだったのか、コレイ。あ、ところでティナリはどこだ。パトロールか。オイラたちあいつに用があって来たんだ。師匠はつい最近アビディアの森を離れてパルディスティアに行ったよ。え、ティナリがここを離れたのか。でもティナリはずっとアビディアの森を離れることを嫌がって、賢者の誘いですら断ってただろ。私もおかしいと思ってるんだ。師匠はずっとレンジャー長の仕事を重視してた。そう簡単には離れようとしなかったのに、今回はすごく急いで出て行ったんだ。ううん、何も。それどころかここを立ったことすら書き置きで知ったんだ。いろんな業務とかスケジュールについても書いてあった。あんなに急いで行ったってことは、きっと一刻を争うようなことが起きたんだと思う。師匠は以前教令院の正論派で学んでたんだ。パルディスティアイはその正論派の研究基地みたいな場所で、研究に使う珍しい植物をいろいろと植えてるらしい。師匠はレンジャー長になる前、パルディスティアイで長いこと学術研究をしてたんだ。研究基地か。ティナリは一体どんな研究をしようと思い立ったんだろうな。時間もないし、そのパルディスディアイってところに行ってティナリを探そうぜ。あ、うん、私は大丈夫だ。マリン病の症状になんかとっくに慣れてる。師匠に会ったらよろしく伝えといて。おう、分かったぜ。じゃあな、これいい。あの時からお前たちには正直になるって決めたんだ。だから私の病状も隠さず話しただろ。心配するな。だい、あっ、
今の私を警戒するのはとても賢明な判断よ。何せ博士は人の意識を操るような力を見せたんだもの。別れてから私と博士に何が起こったのかあなたたちは知らないでしょ。災害レベルの暴雨の後は地面に溜まった水が空に見えてしまうことと同じだわ。確かにこんな変な比喩を使えるやつ本物のナヒーダぐらいしかいなさそうだな。私は別に信用を得るために今の話をしたわけじゃないわ。ただより簡単に理解できるようにと。まあまあもう分かったから。ナヒーダ、オイラたちが離れた後何が起きたのか教えてくれよ。あの市民たちはどうなったんだ。あなたたちが離れてから私は全力で全ての民の意識を修復していたわ。幸い博士の言っていた情報を潜在意識に投入するというのは脳に直接書き込むわけじゃなくて人々の脳裏に幻覚を作り出すようなものだった。だから私の今の力でも解決できたの。彼が私をコントロールしようとした瞬間全員の意識修復が完了した。だからすぐに意識転移を使ってその場を逃れたの。ふぅ、博士の不意打ちなんか予想してなかったからな。ナヒーダがいてくれてよかったぜ。それほどよくもないわ。人々の意識を修復する過程において博士は私の本当の身分を見抜いたわ。これで私たちの切り札がまた一枚減った。それに彼にアーカーシャ端末を改造する力があるのなら私の意識を捕獲するのも時間の問題かもしれない。じゃあもう今までみたいに自由に意識を転移できなくなったってことか。なんだかもてあそばれてる感じだ。厄介な相手だぜ。それに噂じゃ博士は単純な武力だけでも確実に第2位の座につけるらしいぜ。まだ落ち込むには早いわ。突破口を探しましょう。おう。そういえばナヒーダはどうしてオイラたちがパルディスディアイに来ることを知ってたんだ。お前もここで待ち伏せてたのか。ええ、私は旅人の元素力を感知することができる。力の移動する方向を頼りに場所を推測したの。あなたたちも観光のために来たわけじゃないんでしょ。何か手がかりを見つけたの。オイラたち以前知り合った学者を探しに来たんだ。ティナリって言うんだけど、前に賢者に勧誘されてるのを見た。ナヒーダも一緒に行ってみるか。え、行くわ。その彼を巻き添えにせずに済めばいいのだけれど。旅人ではありませんか。あ、お前はハイパシア。本当ですわ。なんて嬉しいことでしょう。あなたたちに会えるなんてとっても幸運ですわ。この人は、オイラたちがアビディアの森にいた時に会った修行中の学者なんだ。あの時はサティアワダライフの段階にいたんだ。そうなの。ええ、
よく知っているお友達です。ここに来てからというもの、私と話をしてくださる方はほとんどいませんでしたわ。本当にちょうどいいところに来てくださいました。ハイパシア喜びすぎだぞ。ところでアビディアの森を離れるなんて、もう森で修行しなくてもいいのか。いや待てよ、もしかして修行が終わってもうパリプーナライフに入ったのか。どうでしょうね。私、意識の中で神に会いましたの。本当か、よかったじゃないか。あなたたちとこの崇高な喜びを分かち合うことができるなんて、なんと素晴らしいのでしょう。神と意識を交わすことができたあの瞬間は、比類なき至高の体験でした。そんなにすごかったのか。そうなんですの？あ、少し待ってくださいな。あなたたちとの約束を忘れていなくてよ。あの時、もし私が真の知恵を手に入れたら、あなたたちがかつて世界中で見たものを説明できるかもと言いましたでしょ。今の私は知恵を手に入れただけではございません。あなたたちの意識と神の意識をつなげるお手伝いだってできますのよ。そんなことができるのか。聞いたことはないわ。でも試してみたいのなら、私はあなたの意識を全力で守る。少し待っていてくださいな。パラハームを少々持ってきますから。これは必要不可欠な儀式なんですの。またあのお香か。さて、では私の手を握ってくださいませ。意識をつなぐ通路を作ります。え、準備はよろしいかしら。かつて三度も裏切られ、この世は欺瞞に満ちたまやかしに過ぎないと知った。僕の怒りが静まることはない。一度目が神、僕の創造者、僕の母。それは力に左右され、役立たずの僕を捨てた。二度目が人、僕の家族、僕の友人。それは恐怖に縛られ、僕を忌まわしいものとみなした。三度目が同類、僕の機体、まだ羽の生えそろわぬ鳥。それは寿命に支配され、僕との約束を破った。人は信用できず、神は憎しみを与えるから。僕は全て諦め、人の世の一切を否定し嘲笑う。二度と胸の内を世俗に染めはしない。低劣な人の感情も捨てた。僕の空っぽな部分は、生まれたばかりの真っ白な巻物のような、神聖に満ちた至高なる神の心で満たされる。恐れずとも、痛みはほんの一瞬だ。君たちの時代は今終わる。
これは。オイラたちが見たのって残響の過去なのか。いろんな情報が重なったぞ。でもハイパシアの言う神が残響なんかと何の関係があるんだよ。ご覧になりましたか？感じましたか？崇高なる神、崇高なる意志、崇高なる感情を。はあ、残念です。本当に残念です。私のこの胸の中で鼓動しているのはただの汚い人間の心。神よ、どうか私に慈悲を、私に救済を。気づいているかしら、これはパリプーナライフなんかじゃないわ、おそらく。どうして怒鳴りつけるのですか？どうしてあの方たちは私を避けるのです？私は神の知恵を手に入れたのですわ。褒められるべきではありませんか？暗闇の中で探索を続け光を見つけたのですよ。ハイパシア、そうあるべきですのに。いえ、お待ちを。まさか私は気が狂ったのですか？待って、あたりがおかしいわ。ここまでは追ってこられないみたいだ。大丈夫か、ナヒーダ？いや、違う。お前、この感じ、戻ってきたのか？ん？今度はまた、旅人本人なの？さっきまでずっと、ナヒーダがお前の体を操ってたんだ。キャサリンの人形が壊される直前に意識を急いでお前の体に移したみたいだった。そしたらティナリが騒ぎを聞きつけてやってきて一緒に傭兵たちを倒してくれたんだ。それでここまで逃げてきたってわけだ。意識をこうして自由に転移させられるなんて、この目で見てなかったら信じられなかったよ。これはまだ人が到達できる範疇のことじゃないだろうね。そうだ、
さっき逃げるとき、君の肉体に入っていた意識から君への言伝を頼まれたんだ。彼女はこう言っていた。博士はすでに意識を閉じ込めておく方法を見つけた。もう同行はできないけれど、たとえ月のない夜でも星の光は虚言と嘘を突き破ることができる。これでナヒーダは完全にスラサタンナ聖書に閉じ込められたってことか。まずいぞ。ナヒーダが言い残したのはそれだけか。わけがわからないぞ。あ、そっか。博士はもうナヒーダの意識を捉えてるから、ナヒーダが何を言ったか分かっちゃうんだもんな。慎重なんだ。たとえ月のない夜でも星の光は虚言と嘘を突き破ることができる。月と虚言と嘘は過信探査の時の錬金占いだよな。星の光もナヒーダが前に使ってた比喩だったような。確かセタレに関係があったか。おお、そういえばそうだったな。つまりナヒーダは砂漠に助けを求めに行けって言いたかったのか。でもナヒーダがいない今、オイラたちだけで大丈夫かな。パイモン、今スラサタンナ聖書って言った？君たちの言うナヒーダ、つまり旅人の体の中にいた意識は、もしかして宗神様なわけ？確かに合ってるけど、今は複雑な状況でちょっと説明するのが難しくて。いや大丈夫、学者の好奇心は何も時と場所を完全に選ばないわけじゃない。状況がどれほど複雑なのかはちょうどさっきこの目で見てるしね。君たちとはひとときを共に過ごした仲だし、暗草なリデビ様も君たちの味方みたいだから、僕は君たちを信じるよ。おう、ありがとな、ティナリ。そうだ、オイラたち前から聞きたかったんだけど、賢者たちの進めてるプロジェクトについて何か知らないか？それが、僕は確かにプロジェクトに参加しろって誘われたけど、賢者たちは一切その詳細を話してくれなかった。だから断ったんだ。僕が知っているのはプロジェクトが世界樹の修復と関係してるかもってことだけ。ん？ナヒーダと意識を交換してた時に何か見たのか？根拠は？そうか、なるほど。道理でハイパシアの症状が以前の狂った学者たちとは違うと思った。今生まれようとしてる新たな神の意識に触れたからだったんだ。ティナリはハイパシアのためにアビディアの森を離れたのか？そう、ハイパシアの精神の異常に気づいたんだ。だけど症状が特殊だったから、こっそり彼女をパルディスディアイまで連れてきて、彼女を元に戻す方法を探ろうとした。そうでもしなければ今頃彼女はマハマトラたちによって砂漠のアール村に追放されていただろう。ところで、僕も以前から教令員がクラクサナリデビ様を軽視していることは知っていたけど、まさか新たな神の創造なんて、傲慢でうぬぼれたことをしようとしてたなんてね。誘いを受けなくて正解だったよ。博士と残票、ファデュイの執行官が二人もスメールにいるのか、先が思いやられるね。でも君の説明からすると、プロジェクトはまだ完全には終わってない。つまりまだ奴らを止める余地はあるってことだ。新たな神の創造と世界樹の修復に一体どんなつながりがあるのかな。賢者たちの目的は
未だにはっきり分かってないんだよな。おう、今ある情報もだいぶ整理できたしな。まずは行動しようぜ。ティナリ、何か考えはないか？僕はひとまずここに残る。ハイパシアの方もなんとかしてあげたいしね。砂漠に行くならまずはキャラバン宿駅に行くといいよ。あそこが砂漠地帯へ行く一番便利なルートだから。何か僕に手伝えることがあったらここまで来てくれ。君たちに知恵が訪れますように。おう、ハイパシアが良くなるといいな。それじゃあまたな。この壁って防砂壁って言って外からの砂を防ぐためのものなんだよな。こんな高い壁、もしかしたらこれもマハールッカ・デバータの神業なんじゃないのか。こんなところでほうけてないで来い。え、こっちだ。あいつはどこに行った？くそ、さっきまでここにいたのに見失うとは。エルマイト旅団？今回は誰の手先なんだろう。オイラたち、つけられてたのか？油断しすぎだ。あの尻尾たちの尾行の程度なんて、たかが知れている。すぐ礼はいい。俺はそういった人情や貸し借りには一切興味がない。見かけたついでに間違いを正しただけだよ。教令院で身についた習慣とも言えるな。こんなところで会えるなんてな。アルハイゼン、さっきはオイラもびっくりしたぞ。前にオルモス校で別れてから教令院に行くって言ってたよな。いや待てよ、お前もしかしてオイラたちを捕まえるために教練員が送ってきたわけじゃないよな。ほう、どうやら教練員と揉めているようだな。遅かれ早かれこうなるとは思っていたが、俺が君たちを捕まえようとしているのなら今頃君たちはとっくにエルマイト旅団の手に渡り、俺が手柄を立てるのを指をくわえて見ているだけだったと思うが。うん、それもそうだな。賢者のプロジェクトを手伝うのは俺の課題じゃない。学者として俺は研究実施性を追求する派だ。近頃は賢者よりも君の方に興味があるな。そういうわけじゃない。実は未だに神の缶詰知識を追っているんだが、あいにく行き詰まっていてな。神の缶詰知識は砂漠地帯からオルモス港に流れ込んだと言われているが、もっと深く探るには出どころを突き止める必要がある。それと君に興味を持っている理由、
それは以前アフマルの目のボスが君の前で神の缶詰知識を使った時、君は彼の様子を見て複雑な表情で深く考え込んでいただろう。俺が思うに君は何かしらの情報を隠しているはずだ。それについて話してくれないか。アルハイゼンってすごく鋭いんだな。そんな細かいことまで覚えてるなんて。そうか。確かに俺も教令院のものだからな。立場的にも警戒するのは賢明と言えるだろう。だが少なくとも君は確かに何かを知っている。そうだろう。構わない。直接答えをもらうより俺は自分で調査する方が好きだ。ところで君たちも砂漠へ行きたかったのか。ああ、お前と同じだ。でもこれといった目的地はまだないな。ならまずはアール村に行くといい。あそこは砂漠で最大の集落だ。情報も資源も多い。どうだ、一緒に行くか。知ってる人が旅の仲間になってくれるのっていいよな。それじゃあ行こうぜ。急がなくてもいいのよ。この先が砂漠の民の避難所、アール村だ。ここの地形独特だよな。結構面白そうな場所だ。早く見て回ろうぜ。
の記憶が正しければ教令院にいた頃はあまり関わりがなかったはずだろう。偶然会っただけだというのにその態度はどうしたことか。大マハマトラ殿、運よくこの一槍を避けられたとしても審判から逃れられるとは限らないよ。アルハイゼン、審判、先ほどの君の行為は審判か、それとも粛清だったのか。俺は全力を出していない。もし出していればその旅人では俺を止められなかっただろう。一見暗殺に見えただろうが、ターゲットの反抗心と逃亡意欲を失わせるためやったことに過ぎない。これがマハマトラのやり方だ。お前も知っているだろう。あくまで君個人のやり方に過ぎないと思うが。こいつ誰なんだ。アルハイゼン、さっき大マハマトラって言わなかったか。ああ、教令院のマハマトラたちのトップ、大マハマトラのセノだ。学術犯罪の領域において彼は誰もが恐れるハンターさ。お前たちはアルハイゼンを深く信頼しているようだな。それどころかそいつのために俺を阻むとは。仮に俺がお前たちだったらそいつの方には決してつかない。何を話されても信じたりはしない。その書記官は俺が長きにわたって追っていたターゲットだ。お前たちの立場をはっきりさせてもらおうか。アルハイゼンが何をしたって言うんだよ。お前が言うほど悪いことはしてないだろ。無駄口は叩きたくないんだ、アルハイゼン。さっき一戦交えた時に気づいたんだが、お前が隠している神の缶詰知識を渡してもらおう。それとも俺の助けが必要か。さすがはマハマトラ、嗅覚が鋭いな。この神の缶詰知識、確かオルモス港にいた時マハマトラの手に渡ったはずだよな。道理でそんな自信ありげに話していたわけだ、セノ。だが一つ気になる。これは君にとって何を意味している。それに君は教令院の大マハマトラであるにもかかわらず単身で砂漠に来た。俺が知る限りマハマトラたちまでもが皆君の失踪の話をしている。まさか他人には見られたくない任務でも行っているのか。仮にその任務のターゲットが俺だったとしよう、それでも君は権力と資源を使って教令院で俺を採決できたはずだろう。やはりお前は厄介だ。そんな、どっちも信用できないみたいだぞ。どうすればいいんだ。だいぶ盛り上がっているようだな、二人とも。おい、デシアン、なんでここにいるんだ。よかった、やっと信頼できる人が来たぞ。デシア、早く助けてくれ。じゃないとこいつらまた喧嘩を。ああ、確かに教令院の大物二人がまたやり合ったりしたら大変なことになるな。独りよがりな道理を並べ、教令院の虚しい規則と道義ばかりを口にする。あんたらはそんなくだらない紛争をこのアール村という浄土に持ち込んだ。どうやら誰かがあんたらをぶっ倒して、あんたらが踏んでる土地がどこなのか再認識させる必要があるみたいだな。おいおい、あんたら私の話が聞こえなかったのか。うわぁ、どういうことだ。強い風が、砂嵐か、吹っ飛ばされるぞ。また砂嵐か。最近は一体どうなってるんだ。おーい、そこの方々、こっちです。早くこっちに避難を。誰かが呼んでるぞ。風が強すぎる。早く行こう。
キャンディスの声か。おい、教練員の奴らは脳みそが使えないのか。早く行くぞ。そう騒ぐな。空間に押し込められてるなんて、おいらも飛べなくなるくらい空気が重いぞ。すみません皆さん、ここはこのアール村の村長の家です。砂嵐が過ぎるまではここでしのいでいただくしかありません。自己紹介をさせてください。私はキャンディス、アール村のガーディアンです。やっと助っ人が来たぞ。オイラはパイモン、会えて嬉しいぞ。お前がオイラたちをここに連れてきてくれたおかげで助かったぜ。災いを前にした時、助け合うのは当然のことです。どうかお気になさらず。わあ、このお姉さんすっごく優しいな。本当、あいつらとは大違いだぜ。さて、挨拶はこの辺にして、あとの時間はガーディアンとして村に影響がないことを確認するためにも、実は砂嵐がやってくる前から遠くであなた方の衝突を見ていました。しかし今あなた方はアール村にいます。脅威を排除するのが私の責務。どうか率直にしっかりと話し合ってください。お互いへの敵意を何とか消し去れませんか。この屋根の下でもしまだ争おうとする者がいるなら、砂嵐の中の獣たちにもてなしてもらうほかありません。おいら宣言撤回するぞ。チュ、あなたも例外ではありませんからね、ディシュ。お返事は？わかったよ、キャンディス。いいでしょう。ではどなたから話をなさいますか？一応私は止めに入った身だ。やり方がちょっと過激だったのは認めるがな。先に教練員の二人が話をしたらいい。あれって止めようとしたって言えるのか？別に俺には隠すべきことはない。言ってもいいだろ。アルハイゼンは教練員のマハマトラたちですら俺の居場所を知らないと言ったな。だがそれは決して人に見られたくない任務をやっているからじゃない。俺は自己追放を選んだんだ。自己追放？以前俺は教練員のプロジェクトの企画と実行を記録する資料に余白があるのを見つけた。しかしそれらのデータは明らかに現実の進捗と合わないものだった。大マハマトラとして俺にはそれを照合する責任と権利がある。だがその部分を担当していたのはあろうことか大賢者アザール本人だと分かったんだ。照合申請を出す前、俺は秘密裏に数々の調査を行った。だが手がかりや物証になりそうな一切のものは全て巧妙に俺の視線を避けていた。やがてあいつらが最初から意図的に俺を警戒していたことに気づいた。そして案の定、俺が照合申請を出すと大賢者は拒否した。それだけじゃない、こう言ったんだ。大マハマトラの権力は賢者によって付与されたものだ。お前には我々を審判する権利はない。つまりやはり裏があったらしいな。その時俺は気づいた。大賢者からすればマハマトラなんて賢者たちの知識を束ねるための道具に過ぎないってことに。
マハマトラの最初の誓いや、ここまで固く守ってきた原則、それは今の強霊院において全く意味がないんだ。ああ、その一件を理由に強霊院を脱出した。賢者たちが俺に対して行動を起こす前に、これが一番賢明な判断だったと思ってる。おかげで奴らの監視の目を逃れられたしな。俺はこの件の調査を絶対に諦めない。それに他人から権力を付与される気はない。俺は俺の名のもとに審判を下す。セノ、オイラたちも強霊院の賢者を調べてるんだ。同じ立場みたいだぞ。それに今はもう大マハマトラじゃないんだろ。なんだかあんまり怖くなくなったぜ。でもセノはなんでアルハイゼンをターゲットにしてたんだ。まさか。強霊院で調査をしていた期間、アルハイゼンが賢者と面談しているのを見たからだよ。賢者はアルハイゼンに金髪の旅人を調査するよう言っていた。そうだな、アルハイゼン。そしてその任務はプロジェクトと同様にどこの記録にも残されていない。それに加えてお前は神の缶詰知識と関わりがある。その件は認めよう。俺は確かにこの旅人の調査任務を引き受けた。アルハイゼン、お前、何しろその任務の見返りはどんな学者でも断ることができないほどのものなんだ。任務が終わったら神の知識を見せてやる。そう賢者は言った。確かにとてつもなく魅力的な条件だ。だが惜しいことに強霊院の者は俺のことを分かっていなかった。大賢者は話の中で一つ重要な情報を漏らした。神の知識が実在するということだ。それさえ分かれば俺にとっては十分。俺からすれば賢者はそこまでの信頼には値しない。考えてもみろ、神の知識をそう軽々しく他人に報酬として約束するなんて、いささかおかしな話だと思わないか。だから俺は神の缶詰知識という手がかりに従って独自に調査を展開した。結果的にこの判断は間違っておらず、強霊院を信じなかったのも正解だった。もしこの一件で警戒を解いていれば、俺もあのアフマルの目のボスのように人と正常に会話することさえできなくなっていたかもしれない。それってつまり賢者たちはもともと普通の人を狂気に陥れるあれらの知識を使ってお前を処理しようとしてたってことか。もともと俺はすでに調査任務などには全く興味がなかった。ただ強霊院をあしらうためにオルモス港で旅人の出現を待つと言ったんだ。だが神の缶詰知識を追っている途中で思いがけず偶然ターゲットに出会ってしまったのさ。犯罪者が最もよく口にする言葉が偶然だ。だが旅人と偶然出会ってもなお俺に強霊院に協力する意思は全くなかった。君たちも覚えているだろう、当時俺があのタバーンを離れた時、君たちは自分から俺を追ってきたんだ。そうだな。アルハイゼンはキャラバン宿駅でもオイラたちを助けてくれたし、やっぱり本当なのかも。もしそれでも気になるようなら謝ってもいい。君たちに内緒で神の缶詰知識を取っておいたのはその存在が危険すぎると主観的に判断したからだ。はっきりとした研究結果が出るまで誰にも接触させない方がいい。何しろ好奇心はこの国で一番危険なものだからな。アルハイゼン書記官、お前は好奇心が自らをも疑惑と危険に陥れることをよく知っているはずだ。俺の質問に答えろ。賢者たちは計画の内容をお前に話したのか。
すでにはっきりと話したつもりだったんだが、今の俺は君と同じく教令員が重点的に警戒する対象となっている。言うまでもないと思うが。わかった。とりあえずはお前を敵とみなすことをやめよう。だがお前の容疑が完全に晴れたわけでもない。構わない。お二方の誤解が解けたようで、私もとても嬉しいです。それでリシア、あなたの番ですよ。ああ、悪いな。坊やたちの話が退屈すぎて気が散ってた。私の方は至って簡単さ。旅人たちも知っている風前家のドニアザードお嬢様が最近ずっと家で療養してての、やることもないんでアール村に来てみたってだけだ。本当ならキャンディスたちと感動的な再会をするはずだったんだが、まあわけのわからん二人がわけのわからん喧嘩をしているのを見てな、ふつふつ怒りが湧いてきて。それで。それでですか。わかりました。確かにあなたらしいですね。それではお帰りなさい、リシア。そう来なくちゃな。会いたかったぜ、キャンディス。わあ、何の音だ。ご安心を。もうお互い敵視もしていないようですし、皆さんはここで休んでいてください。砂嵐の中にいる獣は私が掃除してきます。砂嵐の中に出没する獣か。一人で本当に大丈夫なのか。ええ、来てくださる必要はありません。砂嵐の中での戦いは現地で数年訓練を積んだ人でないとどうにもなりませんから。うん、安心してキャンディスに任せるといい。すごく強いんだぜ。風が止んだみたいだ。砂嵐もこれで過ぎ去ったんじゃないか。キャンディスがずっと帰ってきてないけど、本当に大丈夫なのか。やっぱり見に行ってみようぜ。そんなに言われると私まで心配になってきたぜ。どうせここにいるのも飽きたし、行くか。この二人全く話さないしな。風の行く先を。次々とやってきて、いつの間にか砂嵐も止んだようですね。あ、本当にまた出てきたぞ。さあ、今度は私に任せろ。ずっと溜まってたんだ。こいつらでストレスを発散してもいいよな。私ももうずっと狩猟の獅子の武芸を見ていませんね。せっかくなのでお願いします。しっかり見てな。行くぜ。信頼感度はっ。かかれ。逃げ道はあります。前。やっはっ。
また新しい魔物が現れた。キリがない。もう魔物が出てこないぞ。今ので最後だったんじゃないか。先ほどのは砂嵐の余波でしょう。しばらくはもう出てこないはずです。みんなお疲れさん。さっきの砂嵐で怪我した人はいないな。この人は…おっと、悪いな。さっきは村のお年寄りと子供たちの面倒を見ててな、お客さんたちへの挨拶に来る余裕がなかったのさ。私はアール村の村長だ。アンプおじさんと呼ばれてるよ。村長、俺ももともと砂漠出身だが、ここへはずっと戻っていなかった。そのさっきみたいな砂嵐はよくあるのか。よくあるとまではいかないが、最近はますますひどくなって前より頻度も増えた。砂嵐以外にもたまに地震が起こることもある。こういった異常な自然現象は、以前村にしばらくいた調査員によると世界樹の誇張と関係しているらしい。また世界樹の誇張が原因なのか。つまり世界樹の誇張は森に刺激を作り出すけど、それが砂漠では砂嵐とか地震って形で現れるってことか。自然界のすべては世界樹と切っても切れないつながりがある。確かにこれらの局所的症状は世界樹の状態を反映している可能性がある。ああ、アール村のみんなにも気をつけてもらわないとな。ところで今回私が帰ってきた時、グラマパラが一人もいなかったが、どういうことだ。グラマパラ？なんだそれ。キャンディスみたいなガーディアンとは違うのか。お前は好奇心旺盛だな。アール村の村人は教霊院から追放された驚愕者を村の森人グラマパラと呼んでいるんだ。彼らの多くはアビディアの森で修行をした後、精神に異常をきたした学者たちだ。教霊院は奴らの狂った言葉が他の学者の精神に影響を与えると考え、砂漠に追放した。まったくふざけた話さ。ああ、我々も最近これについては調べてるところなんだ。村にいたグラマパラたちがなぜかみんな次々と姿を消してしまってな。だが彼らがどんな風に去ったのか見た者は誰もいないんだ。もし何日かこの近くに留まる気なら気にかけてくれると助かる。俺は過去に奴らと接触したことがある。奴らのことについては俺が調べよう。そもそも彼らの追放命令を執行したのはマハマトラだろう。罪悪感に駆られ責任から解放された今の身分を利用して贖罪でもする気か。なかなか面白いメンタルをお持ちのようだ。皮肉を言っても無駄だ。もしお前に問題があったら、どんな身分でいようと俺はお前を処断する。お前さんは元大マハマトラ様だったのか。こういう調査には慣れていそうだ。どうかよろしく頼むよ。それってハイパシアのことを思い出したからか。狂った学者たちは確かにかわいそうだよな。オイラたちも探すのを手伝おうぜ。でもこのセノってやつと一緒に行動して本当に大丈夫か？お前まだあんまり信じてないんだろ？手伝いが増えるのはいいことだ。お前たちなら俺についてた部下の何人かよりいい仕事をしてくれそうだしな。まずは場所を変えて情報交換と行こう。
急がなくてもいいのよ。自己追放をしたが、やっていることは昔と変わらない。本格的な調査に入る前に、何か聞きたいことはあるか？俺もかつての部下から聞いたんだが、この呼び方はある事件から来ているらしい。R村は昔からずっと精神に異常をきたした学者たちを追放するために凶霊院が使ってきた場所なんだ。この村には不思議な現象があるという。 R 村について間もない頃、驚学者は相変わらず狂っていて異常なことばかり話す。だがしばらくここに留まっているとやがて落ち着くらしいんだ。当初 R 村の人々は驚学者の受け入れに不満を抱いていた。しかしある夜、事件は起きた。その夜、R 村でいつもより激しい地震が発生した。家屋が倒壊するのを恐れ、前任の村長が皆を連れて避難しようとした時、ある驚学者が隅にうずくまり、両手で大地に触れているのを見たらしい。そいつの体はほのかに淡い緑色の光を放ち、夜だったせいもあって神聖なもののように見えたという。そしてその夜は、どんなに強い地震が続いても、すべての家屋がまるで地面から生えているかのように一つも倒れなかった。もちろん、死傷者も出なかった。その一件の後、R村の人々は驚学者に良くするようになった。そして彼らをグラマパラと呼ぶようになったんだ。淡い緑の光、驚学者が R 村を守った。お前はどう思う？オイラもそう思うぞ。セノ、あの狂った学者たちはR村でもアーカーシャ端末をつけてるのか？凶霊院は彼らを監視しているから理論上はつけてるはずだ。無論アーカーシャ本体が彼らに対して発信することはないが。やっぱりこれで辻褄があったな。学者たちが狂った状態から落ち着いたのも、多分ナヒーダが慰めたんだろう。一つの物語だけで結論を出せるとは。どうやらお前たちは俺の知らない情報をかなり持っているみたいだな。それで何が分かったんだ？クラクサナリデビと言ったか。信じないのか？きっとクラクサナリデビがアーカーシャを通じて驚学者に力を与えたに決まってるぞ。いや、信じないというよりはお前たちの考え方を不思議に思ってな。クラクサナリデビ、現宗神が未だにスメールで何か行動しているのか？凶霊院は昔からすでに亡くなったマハールカ・デヴァータの方を重視していた。奴らはクラクサナリデビには見向きもしなかったんだ。そのせいで俺の認識も影響されてるかもしれない。それに俺はクラクサナリデビの自責について全く聞いたことがない。彼女はまるで存在しない神だ。ナヒーダは存在しない神なんかじゃないぞ。あいつはなんていうか、すごく優しくて頭が良くて、たまに変なことを言っちゃうところもあるけど、いい神なんだぞ。
俺は長年犯罪者の尋問をしてきた。人が嘘をついているかどうかくらいわかる。だったらオイラたちが本当のことを言ってるってわかるはずだろ。ああ、その目は嘘をついていない目だ。お前たちは本当にクラクサナリデビと接触したことがあるみたいだな。どうしてこんなことに。神はずっと俺たちのそばにいたのか。よし、これでやっと一番いい形で調査できるぜ。でも一体何から始めればいいんだ。一人一人に聞いて回るか。お前ら、俺のおじいちゃんを助けに来たのか。お前は誰なんだ。その格好と訛り、現地の子供だな。俺はイザークだ。お前ら、おじいちゃんを探しに来たんだろ。お前の祖父は驚愕者なのか。おじいちゃんをそんな風に呼ぶなよ。おじいちゃんはおじいちゃんだ。どうしてそんな名前で呼ぶんだ。悪者なんかじゃないのに。お前はここの子供だが、お前の言うおじいちゃんは現地のものではないはずだ。どうしておじいちゃんなどと呼ぶ。おじいちゃんはおじいちゃんだぞ。俺の家族だ。さっきお前らとアンポおじさんの話を聞いたんだ。なあ、俺も連れてってくれよ。一緒におじいちゃんを探しに行きたいんだ。俺も手伝うし、足は引っ張らないから。なるほど。先ほど村長の家の近くで俺たちの会話を盗み聞きしていたのはお前だったか。盗み聞きしている者に対処しようと思ったんだが、なんとなく相手に敵意がないように感じてな。すごいな、これがマハマトラの嗅覚なのか。でもセノ、相手はまだ子供なんだぞ。おじいちゃんを探したいだけみたいだし、手伝ってやろうぜ。嘘はついてない。盗み聞きしたのはおじいちゃんがどこにいるか知りたかったからだ。ごめんなさい。それでも信じられないならキャンディスお姉ちゃんに聞いてみてよ。わかった。ならまずキャンディスに状況を確認しよう。慎重なんだな。これがマハマトラか。あら、もうお戻りになったのですか。確認したいことがある。イザークという子供を知っているか。やはりあなた方の元へ行ったのですね。え、このことを知ってたのか。頑張って隠れていましたが、窓の外で盗み聞きしていたのには気づいていましたから。あの子は本当に祖父を見つけたいと強く思っています。イザークの両親はエルマイト旅団のメンバーで、シティに行ってからというもの村へ戻っていません。ずっとあの子の祖父が世話をしてきたのです。しかし残念ながら何年と経たずしてあの子の祖父は亡くなってしまいました。当時あの子はまだ幼く、アール村の住民が交代で世話をしてくれたので無事に育ってはくれたのですが、その後年老いた教学者がここへやってきました。イザークはその学者が祖父にとても似ていると思ったようで、よく覗きに行っていたのです。しかし彼は精神に異常をきたしており、いつもわけのわからないことばかり口にしていました。イザークも怖く思ったのか、口ではおじいちゃんと呼んでも安易に近づこうとはしませんでした。ですがある夏の夜、
いつもブツブツ言って変な動きをしていたはずのおじいちゃんが急に静かになり、遠くに隠れているイザークに気づいたのです。おじいちゃんはイザークのそばに行って頭を撫でました。そしてあの子を村の入り口まで連れて行き、星を一つ一つ数え、見分ける方法を教えたのです。そうしてイザークに寄り添い、あの子が眠りにつくまで付き添っていました。次の日の朝、目が覚めたイザークはおじいちゃんを探しに行きましたが、彼はイザークを覚えていませんでした。しかしおじいちゃんの表情は依然として落ち着いていました。そこには狂気のかけらなどみじんもなく、まるで自分の世界に浸り無憂しているかのように落ち着いていたそうです。イザークはおじいちゃんが少しでも正気を取り戻したことを心から喜び、毎日嬉しそうにつきまとうようになりました。おじいちゃん、遊びに連れてってあげるよ、もっとお話ししてなんて言いながら、よくわからないけどちょっと悲しいぞ、二人ともかわいそうだ。そうかもしれませんね。砂漠で生活しているものは多かれ少なかれ皆困難を抱えています。しかしそれでも我々は生き続ける。私もそのために戦い、ここを守っています。確かに人々はいい神に恵まれてるのかもしれない。あ、なんだって？いや、なんでもない。イザークが約束通り足を引っ張らないでいてくれるなら連れて行ってもいいだろう。あなたは私が思っていたよりもずっと情のある方なのかもしれませんね。イザークの代わりにお礼を言わせてください、セノさん。おーい、イザーク。あ、来たんだね。全部聞いてきたぞ。一緒におじいちゃんを探しに行こう。本当？ありがとう。うん。まずは付近の現地民に事情を聞こう。